それは労使制の下げ売りじゃないかというその危惧があってですね、踏みとどまっている部分もあると思いますが、その辺、橋本知事はどのようにお考えですか。あ、僕ですか。はい、あのいいですか。小池連合に関する会長の立場は、金庫ドックの会長だと。あ、会長ですね。まあでも今日の会議お聞きになって、多分皆さん感じられたかと思うんですが、広域連合で話すっていうことがものすごく、まあ、ほとんどだと思うんですね。ですからもうその今日の会議の状況を野呂知事も聞いていただいて感じていただいて、まあ、どこかでやっぱりこれ入っていかないと、我々も広域連合メンバーはこれから広域連合のメンバーで頻繁になって、これから会議していきますので、でそこに乗っかってきていただきたいなと、もうそれしかないんですけどね。これからどういうふうに運営していくかということになるんでしょうけれども、今日のお話見てても共通課題はもともと広域連合にもオブザーバーで参加していたということになってましたので、共通するような課題についてはオブザーバー参加をぜひ積極的に活用して共通理解を得ていくということではないかと思います。で特に私は国の事務を小池連合が受けるというような状況が出てきたときには、ぜひですね、その国の事務を受けるという限りでも結構なんで、参加をぜひしてほしいということを要請していくことになるのではないかというふうに思っています。ただじゃあ参加してくれないと国の事務が受けられるのかというと、そうではない、いろんな形態があると思っていますけれども、そういうような状況が煮詰まってくれば、政令市も入っていたかもしれませんから、そのような意味で働きかけ何として、政令市もオブザーバーで参加していただくように共通課題については進めていきたい、このように思っています。よろしいですか。一番大切なことはですね、この近畿ブロック自体と広域連合違いは何かと思ったんですね。ここは協議をしてそれぞれの都道府県が思いを統一する場所、それに対して広域連合というのは実施をする執行機関なんですよね。で私どもは観光と文化を担当しておりますけれども、実際に広域で執行していかなきゃならない、それを今は KU という組織がやっているわけですけれども、そうしていくとやはり責任関係を含めて予算の執行関係も含めて我々は民主的統制の中でやっていかなきゃいけない、議会を持たなきゃいけないということでやっていますので、どちらが明確な機関かということを我々アピールしていくことによって、そしてまた執行の実効性をお示しすることによって、これから今回参加をされていない、奈良県ですとか宮城のうちいらっしゃいますけども、三重県とか福井県にも参加をしていただくメリットがこれだけあるんだということをしっかり示していきたいと思いますし、また今日は実は野呂さんがちょっと呼びかけたんですけども、そういうメリットが出るように早く三重県にも入っていただきたいなというふうにも感じているところであります。いや、私の方から申し上げますけれども、三重県につきましてはですね、今の時点で、会議を議論しておくところであります。で、これまでの議論の中でですね、広域連合でやること、それから広域連合ではなくて、KU が、これからどうなっていくのかということがありますけれども、KU の取り組みにいただいていくもの、そういう整理ができておるところであります。従いまして、我々としてはですね、広域連携ということについては大変重要なことであり、三重県も近畿圏の皆さんとの連携を大事にまた発展させていきたい、こういうふうに考えておるところであります。連合そのものはですね、法律に基づいて事業ができる、そういう連携組織であります。でどちらかというとですね、受け皿論としてゴールにたどり着いてきたんだろうと、こういうふうにも思っておるところであります。で、まだ受
受け皿論については具体的にですね、今後どうなっていくのかということがございます。三重県としましてはですね、県民にとりましてやはり、入ることがメリットがあると、入らなければ県民の、まあ、ガスにならないと、まあ、いうような状況を判断するときにはこれは十分また検討しなければなりませんが、中部圏、東海等の動きもありますから、まあ、そういう意味ではですね、今後十分に、しっかり判断できるように対応していきたいと思っているところです。当面はですね、オブザーバーとして参加をさせていただけるわけでありますので、議論にはしっかり、参加をさせていただいていきたいと思っているところでありますので、まずは連合のスタートになりますことを心からお喜び申し上げ こちらもどうぞよろしくお願いいたします。さっきという、ね、話がありました、徳島も四国の徳島であり近畿の徳島であるということですので、今伊藤知事からもありましたように、うちはまあ6分野で参加ということでしたね。そうした意味ではこの近畿広域連合ではなくて関西広域連合という名前になるということも、我々として当然昔からの関係、またこれをどんどん広げていくんだと、こう切るという論理よりもやっぱりこれをどう広げていくのかと、例えば権限移動の話にしてみても、関西広域連合としては当然これは受けることができるわけなんですが、じゃあ三重さんが福井さんが奈良さんがいないといった場合にも、私先ほど申し上げたようにバーチャル連合的にそこの部分で賛同できるんだったら、関西広域連合となら関西広域連合と三重、関西広域連合と福井と組んでやろうということもできますので、決して排除ということではなくパーシャルでやる、あるいはもうそれだったらいつのこと今野口議員おっしゃったようにもう加わりますよということで広げていくという方向にベクトルはいくと思っています。また崎県という意味では滋賀県でも議会の中で大変な議論がございまして、滋賀の場合には南半分は京都新聞、北半分は中日新聞で、人の動きも中日側の方が長浜あるいは広北が多いわけでございます。そういうところで近畿の端っこになるのはけしからんというような議論が議会の中でありました。その時に私申し上げたのは、これは排他的ではないんだと、例えば三重、滋賀、福井、それから岐阜と、真ん中は知事会議というものをやっておりますし、滋賀の場合には中部県知事会議にも入らせていただいております。そういう意味で、排除ではない、まさに皆さんが言っておっしゃるようにつながってお互いに力を政治的な行政的なそして住民に対して効果が見えることは、プラスでパーシャルでも参加をできるということで、この広域連合に対する理解そのものを、ぜひとも皆さん前向きにそういう意味では考えていただきたいなと思っております。それからもう一つ河川のことをいつも申し上げますけれども、ぜひ、丸ごと近畿地方整備局の権限をですね受け止めて、そして確かに近畿地方整備局は三重もそれから福井も入っているんです。でも農政になると福井は確か北陸なんですね、それから三重もそうでしょうかというようなことで、そもそも元々の出先機関のカバーする範囲も、いわば境界領域というのがあるわけですから、あんまり最初からビジットにこう地域分けをせずに、やはり機能ファンクションを重視するというところでお考えいただけたらいいのだと思っております。丸ごと移管の方は、これは地域ブロックではありません、広域連合でやります。もう対策のそのプロジェクトチームを作って、ハローワーク、ハローワークはもともと丸ごと移管という趣旨で、知事会でも言ってたんですが、そこが丸ごと移管というか、ね、都道府県がそれぞれ受けるという話だったんですけども、広域連合として、もう丸ごと移管ということを明確に打ち出して、ハローワーク、それから道路、河川、近畿地政局のものですね、人員の問題、そういうものについてはもう受けた後に考える、で受けてから各都道府県にそれぞれ、渡すっていう、それは広域連合でしっかり明確に主張してやっていきます。もう丸ごと移管でやります。で村木さんに関しましては山田知事から。
議長という立場ですよ、ね、一定追加、ちょっと喋らさせてください、もう言いたいこと山ほどあるんで、あのね、だって外交とか通貨とかね、送料くれって言ってるんじゃないですよ、そんなのは全国一律のことだから、それはそうでいいんですけどもね、広域で関西でできうるようなことは、これはもう、あの国がいつも広域性に関することは、これは都道府県を渡すのはダメだって言うんですけど、関西でできることは、これ、広域性に満たしますしね、専門性だって、これはもう、人員丸ごと引き受けるんですから。で統一性って言ったら、これ広域連合でみんな統一でやるんですから、これもう否定している広域性、統一性、その専門性って全部クリアですからね、それで人員のその整理とかそういうことだって、いちいち国でやってくれなんて言わずに、こっちでやるって言ってるんですからね、で道路の問題、河川の問題でも、その財源の調整とか、ああいうので、いつも国はもう、あの財源がいくらが割り出せないとか、どうのこうの言いますけど、そんなの今ある予算をそのままクリアいうわけで。で国の責任というところは、いろいろあるかも分かりませんけども、その責任も、これは負うって言ってるんですか、我々は基本的に、通常の管理の責任とか、そういうことは負うって言ってるんですか。